トペトロの手紙。愛する皆さん、私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、というような声があって、主イエスは父である神から、誉れと栄光を受けになりました。私たちは聖なる山に、イエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには、預言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明珠があなた方の心の中に昇るときまで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの預言の言葉に留意していてください。神の言葉、神に感謝。栄光は世界に及び、すべてを超えて、神は偉大。神は世界を喜び踊れ、島々は叫びをあげよ。神は雲と霧を従え、正義と裁きが王座を支える。栄光は世界に及び、すべてを超えて、神は偉大。天は神の正義を告げ、諸国の民はその栄光を仰ぐ。神よ、あなたは世界の上に高く立ち、すべての神々を超えて偉大な方。栄光は世界に及び、すべてを超えて、神は偉大。アレルヤ、ハレルヤ。これは私の意にかなう愛する子、彼に聞け。アレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。その時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると、
雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。すると、これは私の子、選ばれた者、これに聞け、という声が雲の中から聞こえた。その声がした時、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。主の御言葉。キリストに賛美。